平成19年台風第9号は2007年9月に首都圏を直撃し東日本を縦断した台風である。新路図8月29日9時に南鳥島の南東海上で発生した台風9号は9月4日に小笠原諸島の北海上を西進した後に6日には伊豆諸島の西海上を北上した。台風は7日0時前に強い勢力で 静岡県伊豆半島南部に上陸。最盛期の勢力は、中心気圧965ヘクトパスカルだったが、この最盛期に近い勢力で上陸した。その後神奈川県西部を通過すると、次第に勢力を弱めながら、関東地方から東北地方を縦断し、8日1時前に、北海道の函館市付近に、3時半頃に、 北海道胆振リス西部にそれぞれ再上陸した。台風は同日9時に石狩湾付近の海上で温帯低気圧に変わった。この台風は1949年の危機台風と発生時期、発生海域、上陸地点、進路などが類似していたという指摘もある。また、 この台風の特徴として、統計140度の本土に、かなり近い地点で最盛期勢力に発達し、上陸直前まで勢力がほとんど衰えなかったことや、上陸後も台風としての形を大きく崩すことなく北上したこと、自転車並みの遅い進行速度で本土に接近したため、台風の影響を受けた地域は、長時間暴風雨にさらされたことや、関東、 中日本に接近する台風は通常ならば首都圏を通らずに東方に去るものが少なくないもののこの台風は首都圏をまっすぐ北上し東日本を縦断したことなどが挙げられるこの台風の影響で関東甲信地方から北海道にかけての各地と東海地方、北陸地方の一部で大雨となった降り始めからの総雨量は 関東甲信地方と東海地方の一部で600ミリメートルを超え、東京都や埼玉県、群馬県などでは9月の月間平均雨量の2倍を超える記録的な大雨になった。24時間雨量は7日に、静岡県伊豆市湯ヶ島で627ミ、mm、リメートルに達するなど、東海地方の一部と関東甲信地方の各地では観測史上最大となった。また、 東海地方から北海道の各地で暴風が吹き、台風の通過した小笠原諸島や伊豆諸島から北海道の太平洋側では波の高さが6メートルを超え大しけとなった。この台風により関東甲信地方で死者1名、行方不明者2名となり大雨となった各地で重火損壊、土砂災害、浸水害等が相次いだ。また、農業。 林業、水産業被害や、鉄道の運休、航空機、フェリーの欠航等による、交通障害も発生した。首都圏の公共交通機関では9月6日夕刻と7日朝の、ラッシュ時を中心に影響が出た。鉄道台風の影響で運転を見合わせていることを、告げる、張り紙路道路 AB、気象庁台風第9号。 www.data.jma.go.jp2020 年4月19日閲覧2007年8月チーム森田の天気で切る2020年6月27日閲覧台風9号による成章バイパス被災箇所の対応復旧状況について国土交通省2007年9月9日付ありがとうございます